こんにちは。転売王堀秀夫です。えー、今日は転売アカデミーのですね、アマゾン輸出講座、それについてお話し,します。まず内容なんですけど、一番先にですね、えー、参加するって手を挙げてくれた方ですね。その方の内容に合わせて実施しています。えー、一応、ざっくりとしたスケジュールはこんな感じで、2時から、えー、5時までなんですけど、 まず、タネ栓作り。これがですね、参加した人がもうすでにやってるとか、えー、フォークとかアマゾンを知ってますって言った場合には、もうここは省略しちゃってます。で軽くですね、えー、まとめて送る方法もありますよと、一言二言言うぐらいで。あとは、えー、自己紹介をじっくりやったり、参加者の人数に応じてですけど、内容は変えてます。で発送方法とかもですね、 もうこれ初心者だったらちゃんとやりますけど、知ってるよって方の場合は当然、えぇ、ー、はしょります。で、a z o n 輸出準備。これがあの、準備って言ってもですね、法人設立と、えー、ビジネスアカウントの取得は大,切大変なんですけど、その部分はですね、教えた通りにやれば取れるというもんでもないので、もう初めからアカウントをレンタルする形で教えてます。ですので、これも本当簡単なんですね。ですので、 はじめに参加する方がもう本当パソコン苦手とか、初心者の方でしたら、パソコンの操作をしながら教えていきますし、中級の方でどんなチャンスがあるのか、そういう面を知りたいっていうんであればですね、私がアメリカ行って銀行口座を開いたりとか、そういう話を実際にします。あと、ネタ選びを中心にすることもあります。本当に、はじめに手を挙げてくれた人のレベルに合わせてますんで、 アマゾン輸出で簡単に稼ぎましょうっていうのは一緒なんですけど、内容ってふうにはそういうふうに作り変えてますんで、もしご参加考えるんであれば、はじめに手を挙げてですね。で、えっ、ー、と、私こういうことを知りたいですとアピールしてもらった方がお得です。ほぼ個人レッスンみたいな形でしますんで。で、極端な話ですね。えー、初はじめの方が初心者なら、二人目以降の参加者の方には、えー、初心者向けでやりますけどいいですかと、ということを断ってきますし、 逆に初めに来た方が中級者であればですね、えー、もう本当に銀行の作り方とか、えー、法人の作り方ですね、その辺の話で、あのー、あまり、はじ、パソコンの操作とは教える時間がありませんというふうに案内します。ですんで、えー、なんてうんですかね、フルオーダーメイドじゃないけど、パターンオーダーみたいな形で行きますんで、えー、参加者、参加する会によってですね、微妙に内容は変わってきます。 あと、参加人数によってもですね、あの、匿名希望の方が少なくて、えー、参加人数と観客が多ければ、自己紹介をこってりやることもありますし、逆に匿名希望ってことであったり、参加者が少なければ、えー、自己紹介はね、すぐ終わっちゃいますんで、えー、その人数によっても変わります。ちなみに、あの、5名店員なんですけど、えー、その場で質問したり教えてあ、えー、げられるのは5名ということで、えー、別な会に出た方がですね、 え、観客として、え、あと5名ぐらい増えることあります。ですから最大10名の自己紹介なんてこともあり得るわけなんで、え、そんな形で、え、カリキュラムが足んないとか、そういうことじゃなくてですね、あくまで交流のきっかけということと、えー、会って教えた方が教えやすいことを教える感じですんで、その辺はあまり、え、難しく考えずに、えー、まあ、 少人数やってるんだなと。Amazon 輸出のことは聞けるってぐらいで参加していただけるといいかなと思います。で、同時に参加していただいた方にですね、メール講座を受けていただけますんで、あの、細かい質問とかですね、自分以外こういうこと聞かないかなってことについては、逆にメール講座の方で聞いていただいても構いません。そんな形でやらせていただいてますんで、ぜひご縁がありましたらご参加ください。天売を堀秀夫でした。